後ろから面を持ち出したことがついに露見してしまい、姉様は囚われの身となりました。老人の使いが山を取り囲み、すぐにも旦那様を捕らえに参りましょう。お逃げください。いずれに隠れ忍ぶとももはや逃れぬ天の一族のしきたりで裁かねばならぬのは、残念されどこの辺りは仏様のお膝、民の獣の我らは滅多なことができません。手向かいなされば我らに代わって村正をも使いこなすおぼろ流の喜助様がお相手となりましょう。何を好き好んで妖刀の虜となったのかは知りませんが、悪行に組みするそちら様も観念して刀を捨てられ、婚菊に劣らずいい女に化けておるではないか。これほど美人の松子の声はさぞかしこ忠告をお聞き届けにはならぬように、残念でございます。旦那様、申し訳ありません。見つかってしまいました。お社の宝を持ち出した罰に通力を奪われ、ただの狐に戻されます。どうか置いてお逃げください。随分にやられたな、婚菊。心配はいらん。狐相手どうということはない。すぐ助けてやる。これは温泉で出会った、あの子も恐ろしい剣を使うというのですか。何かの間違いに違いありません。お主ら顔見知りか。温泉でわしが見ておらぬ時に出ようていたとは、世間は狭い。気になる殺気を放つと思えば、我が師千獣の剣の気迫と同じ魂を移して浮世に居残ったか。殺したはずがお互いしぶといの。あの幽霊が言っていた弟子というのはまさかおめえか。この俺がすっかり騙されちまったようだ。この小僧別人か。いや、この先間違えるはずはない。なるほど、合点が言ったぞ。千獣は玉写しでなく、おぼろ流非容疑合コンの術を使うたのだな。おぼろ流を受け継がせるために己の魂を差し出し、この小僧の命を救ったか。千獣め、厄介な置き土産を残したものよ。ならばこの頂きで。
女の剣に遅れを取るとは情けねえ。俺も忍びの端くれ、やられる時は道連れだ。こいつ死んだふりで相打ち狙いとは汚い構造だ。いかんぞ、相当の負荷で。こう、どうしたらいいのじゃ。しっかりせい、ジンクロ。この傷で生きながらいようか。千住にしてやられたわ。どうにもできん。玉の尾が切れる。合コンの術か。桃姫、来い。よいか。他の何を忘れようとも、これだけは忘れるな。お主に残せるただ一つの。おぼろや、今日はもうお客もなかろうて、少し早いの店じまいにしようじゃないか。はい、おとっつぁん。こうしておると死んだ娘が帰ってきたようで、おい先短いわしらにも生きがいが戻ってくるわい。お前が戸口に行き倒れておったのはまだ雪が残る春先。記憶をなくし、身寄りのない私を置いていただいて感謝の言葉もありません。気にすることはない。お前さえよければいつまででもいていいんだよ。本当の娘のように思うておるでな。どうした、また気分でも悪いのかい。夕べもうなされておったぞ。無理はせんで。ありがとう、おっかさん。では夕べもあの名を。そうじゃ、うなされる時は決まっておぼろとジンクロ。わしらはてっきりおぼろがお前の名前じゃと思ったが。あら、この狐また来ている。お揚げが少し残っていたかしら。おっかさんに行ってもらってきてあげますから、そこで待っていなさいね。またいなくなってしまった。あの狐、どうしてあんなに悲しそうな目で私を見るのだろう。何か縁のある狐なのかもしれない。私はどこの何者だろう。何か大切なことを忘れているのではなかろうか。まあ、どうなるんじゃが。
親分が全部食っちまうじゃろうな。ほい、遠くに影を見るだけで名のある剣豪も裸足で逃げ出す暴言の主、茨城大将とは親分のことよ。バカな。刀がしっくりと手になじむ。まるで生まれながらに飛び方を知る鳥のように自然と切っ先が流れる。なんてことじゃ。一振りで鬼がみんな死んじまった。おぼろお前は一体何者じゃ。おばあさんからきびだんごをいただいて旅に出たおぼろこと桃姫とその傍らにそっと付き添う一匹の白狐。名のある剣豪、許せぬ悪党、地味猛霊をバッタバッタとなぎ倒す女剣士おぼろの痛快無比の物語とは実に彼女の後日談でございます。これは追って巻を改めて申し上げることといたしますれば、おぼろ剣百鬼夜行幕引きまして、まずはこれぎり。